団上産古墳は、兵庫県姫路市三国の町国分寺にある古墳。形状は、前方公園墳。国の史跡に指定されている。中春間、西春間地方では、最大、兵庫県では、第3位の規模の古墳で、5世紀前半頃の築造と、推定される。本項目では、団上産古墳の北西方にある山の腰古墳についても解説する。姫路市東部。 市川左岸の弾球場に位置する。神宮皇后が弾を築き記念した地とする伝承があり、名称の弾上山はこれに由来する。現在までに倒査、測量等の調査は行われているが、噴球、主体部に関しては未調査である。噴形は前方五円形で前方部を北西方に向ける。噴球は三段蓄生で、弾球を切り盛りして蓄造されており、 噴球町は約143メートルを測るが、これは中春間、西春間地方では最大規模で、兵庫県内では五色塚古墳、雲部車塚古墳に次ぐ第3位の規模になる。噴形は中津山古墳に類似し、噴球の首レブには東西両側に作り出を有する。噴球表面には吹石が吹かれ、円筒埴輪や縦型、家型、単孔形。 二形などの継承派にはも検出されている。噴球周囲には幅約10から20メートルの縦型集合が巡らされ、噴球西側には集合外側に周二和体が認められているほか、外周域には倍長数期が存在した。主体部の埋葬施設は立山、石製長持ち形石棺の地下層で、現在も公園部分町において石棺の二石を露出する。 この石棺の海外の有無は明らかでないが、公園部からは、鉄属と刀剣が出土したと伝わる。この壇上山古墳は、古墳時代中期の五世紀前半頃の築造と推定される。被創者は明らかでないが、張馬国造の人物とする説がある。また、壇上山古墳と雲部車塚古墳とが、規模、埋葬石棺の点で類似することから、 山東県に対して、この二古墳が、同等の位置づけにあったとする説もある。壇上三古墳に先立つ、主張母は、西張間の古室塚古墳とされ、そこから勢力が東に伸長して中張間の壇上三古墳に移り、ついで壇上三古墳の北西の山の腰古墳に、継承されたと推測される。古墳域は、1921年に、倍長2期や山の腰古墳と合わせて、 壇上山古墳第一、二、3古墳として国の史跡に指定された。古墳周辺は現在までに宅地化が進んでいる。なお、付近には、ハリマ国分寺跡、国分山寺跡がある。壇上山古墳、山の腰古墳の空中写真国土交通省国土、地リーン地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。古墳の規模は次の通り。 噴球の外形は、大王墓の中津山古墳の2分の1掃除型と見られ、山王県との密接なつながりを示す。前方部噴頂にはかつて天馬宮があったが、その遮源造営に際する前方部の変形が認められている。噴球の東西両側の首レブには作り出があり、このうち東側の作り出は以前は相撲場として利用されていた。 噴球周囲には幅約10から20メートルの縦型集合が巡らされ、集合を含んだ古墳の総長は約170メートルにも及ぶ。集合の公園部部分は段球を掘り込んで形成されるが常時淡水することはない空堀であったとされる。また噴球西側の集合沿いには平行して周二和体が認められており、長さ約170メートル、幅約23メートルを測る。 公園部奮闘の長持ち形石管外赤埋葬施設は、組み合わせ式長持ち形石管が公園部奮闘に露出することから、この石管の自家層とされる。石材は、加古川流域産の清掃ハイアロクラスタイ石管の埋葬方向は、主軸と直行する。奮闘に露出する付帯石は、長さ2.7メートル、幅1.2メートルを測り、縄掛け突起が、 各辺2個ずつの計8個ある。この石棺の海外有無は明らかでないが、1903年11月23日付の朝日新聞神戸付録には開け蓋を示唆する記事が存在する。また、1910年には石棺の北西方のところで、鉄属200点余りと、刀剣十数点の湿度があったというが、この石棺とは別の埋葬施設かは明らかでない。 現在ある石棺が公園部中央に位置していないこともあり、室宮山古墳のように埋葬施設が複数ある可能性が指摘されている。辰山石の長持ち形石棺は、機内の大応募によく見られるものであるが、当地では、壇上産古墳の捕獲詞の銅古墳や山の腰古,古墳でも認められており、媒町にまで使用されるという特異な様相を示している。各地に、 長持ち形石管を供給した、達也山石の石切り場は本古墳の南東約8キロメートルに位置するため、達也山石の産出が壇上山古墳の被装者の支配下に置かれ、比較的容易に長持ち形石管を採用できた可能性が指摘される。なお、壇上山古墳周辺の神社、寺院などにも長持ち形石管の部材の依存が知られるが、壇上山古墳にあった可能性を含めて、 これらがもともといずれの古墳にあったものかは明らかでない。壇上産古墳の周囲では、倍長数基の築造が知られ、内継ぎの2基が現存する。山の腰古墳は、壇上産古墳の北西にある宝墳。名称は、小山古墳とも。史跡、壇上産古墳第1、2、3古墳のうち、第3古墳として、国の史跡に指定されている。古墳は、 団状3古墳の主軸線上、北西約150メートルの地に位置する。一辺約60メートルの豊墳で、高さは約7メートル。宝墳としては、兵庫県下で最大規模であるが、現在までに、墳丘北半の大部分が削られ、全体的にも荒廃が進んでいる。かつては、団地区があったと推定されるが、現在にその痕跡は認められていない。 噴球表面には吹き石が吹かれたと見られ、また円筒波にの再編が検出されている。噴球周囲には幅約17メートルの集合が巡らされていた。主体部の埋葬施設として、組み合わせ式の長持ち形石棺が現在噴調に露出するが、縦穴式石角の痕跡が周囲に見当たらないことから、この石棺は噴球に自家装されたと見られている。 石棺の石材は、壇上産古墳と同様に、加古川流域産の清掃、ハイアロクラスタイトになる。長さは、壇上産古墳石棺に比べて短く、様式からはやや後世のものとされる。石棺は1897年に開け蓋されており、館内には白色の瓦石が敷かれた上に、被装者が北を遠いとして、進展状態で安置され、 さらに同教、マガタマ、クダタマ、刀剣等の副葬品があり、副葬品には種が付着していたという。しかし現在までに、マガタマ、観玉類は散一し、残る同教、刀剣類も大きく破損している。他に考えにも、刀剣等の埋葬があったというが、つまびらかではない。この山の腰古墳の築造時期は、壇上山古墳に次ぐ五世紀中頃と推定される。 かつては、壇上産古墳の倍長と考えられ、第三古墳として、国の史跡にも指定されたが、現在では、壇上産古墳に次ぐ、主張墓と推定されている。大規模な古墳ではあるが、前方後円墳ではなく、古墳が採用された点から、被葬者が大和王権の強い統制下に置かれた様子が、指摘される。注釈出典産の腰古,古墳に関するカテゴリありがとうございます。